いや、本当にすげえよ。これは。うわ、すげえ。水しぶきがすごすぎる。はい、ということで、本日はですね、赤の滝というところに来ているんですけども、赤の滝2回目です。実は。プライベートで1回来てとかじゃなくて、動画で2回目です。前回もここに立ってたんです。ここに責任があったと思うんだよ。ということで、最後来たのは、赤の滝です。これなんと、見てください。日本の滝100選に選ばれてる滝です。バイヤーと、ね。日本の滝100選みたいな。木があったはずなのに、なくなった。で、そして気がついたら、見てください。カフェで来てるやんけ。こんな急におしゃれになったの、こんなに。知らないよ。ということで、一応ね、ここが赤の滝の滝だよっていうところだけお見せしますけど。はい。赤の公園です。めちゃめちゃ赤のです。こんな変わる？めちゃめちゃ変わってない？綺麗になってますね。うん。じゃあね。まあ、リニューアルしたっていうことなので、まあ見に行きましょう、滝を。滝は変わんないだろうけどね、さすがに。滝リニューアルしてたら、日本の滝100選じゃなくなっちゃうから。うん、シーソー回転パチンコじゃないから。見やすくなっておりますので、ご注意ください。ご注意ください。はぁ、滝、音でけえ。2年前だな、約。俺が友達と住んでた時期だから、来たのが、前回。だいぶ前だね。まだ金髪だったもん。いや、あの時はさ、工場、全く詳しくなかったけど、今日はまあまあ知ってるあなたがいるわけじゃない。はい。ありがたいよね。ツアーガイドだと思って。でかいでかい。見えちゃってんな。見えちゃってるんですけども、まだ見せません。赤ですね。相変わらず赤です。いいか、これは。まだ見せませんよ。そんな簡単に見れると思ったら大間違い。甘えんな。わ、すげえ。マジで。まだ見せんけどね。尺の都合上見てください、川の流れが異常に速いです。速すぎじゃない？ちょっとこれどこのスライダーよりも速いんだけど大丈夫？お、見てください、立ち入り禁止です。炎上する、落石発生中って感じ。めっちゃ落石してるわ。一番ぐらい落石してる。おお、なんで？眠ってた怪獣が。うわぁ、ちょっともう涼しいわ。最近普通に涼しくなってきたけど、水しぶき的な、マイナスイオン的な、そういう雰囲気がする。動く。さあ、まだ見せない。いや、本当にすげえよ。これは。うわ、すげえ。水しぶきがすごすぎる。これマジで気持ちいい。やば、水しぶき。うわ、真夏に来たかった。やばい。じゃあ、そろそろ見せてもいいかな。ということで、お待たせしました。皆さんに見せたいと思います。こちらが、日本の滝100選に選ばれている滝です。どうぞ。迫力やばすぎやろ。迫力がやばすぎる。あまりに。吊り橋揺れすぎる。吊り橋こんな揺れるぐらい揺れてるけど、エレベーターと同じ酔い方しそうで怖いの、ね、よ。いや、すごいね。ここあれでしょ、夜来たら心霊スポットなんでしょ。なんかすげえコメントできたもん。赤の滝関連の縦動画出した時にめっちゃ来た。あそこは心霊スポットみたいな。まあ言っとけよって感じだったけど、俺はもうこれは絶景だと思ってる。失礼だ、失礼だ。ダメだ、魔物。ラーメン屋さんにうどんですかって言ってるようなもんやぞ、バカだれ。ここは綺麗な景色だ、インスタにあげたい。まあ、それぐらい圧巻される景色なんですよ。やっぱ何回見ても迫力が違うよね、他の滝と。なんか今日本気出してない？なんか今日本気出してない？なんか今日本気出してんの？だからなんか量多めな気がします。いつもより多めに。なんて読むのこれ。滝の凍結群。凍結見に行こう、凍結を。ちょっと待って。エレベーター用意した。吊り橋でエレベーターみたいな酔い方した。気持ち悪い。あー。よっしゃ、行こう。
こんにちは。貴様本当に宮崎県民かでおなじみ検査官です。ここで赤脳の黄血群について説明させていただこう。まあどういうやつかと言われたら、まあこういうやつだな。まあ、これが何かって言ったら、火山の噴出物が圧縮してまあボツボツができたわけだ。そのボツボツの中に小さい石とか砂とかが入り込んで、その石砂が川の流れでぶつかり合って穴をどんどん広げてったらこういうやつになったの。まあ、詳しいのはもう書いてあるから読んでくれ。まあ、ここでなぜ私がこの説明をしているかというとだな、まあ、どういうものなのか全然調べずに行ったから、黄血群がすごい広がってるのにそれに全くこいつらが気づかんがあった、うん、全く気づいていない状態ですっごい探すんだけども、目の前にあるやんっていう状況を、まあ、皆さんが分かった状態でこの動画の続きをご覧ください。以上説明でした。ケツどこ？ケツはねえのよ。ケツはあるよ。ケツ、これケツ。翔介が言うとヒップの方なのよ。ヒップだろうよ。滝の上ですよ。滝の上でさ、戦おう。なんで？ナルトとサスケのね、戦うってことね。ごめん、ちょっとナルトわからんわ。こういう時にこの気持ちを表す言葉がないかもしれない。風流？風情があるよね。本当に子供とかを連れてさ、ここら辺歩きたいわ。じゃあ、まあそれは言っちゃけどさ、ケツは？ケツどこ？まっすぐなんじゃない？あ、ケツまっすぐ。皆さんどうも、ウケツです。人形の音声に込められてるのか、私、栗原さんですか？栗原さん？違います。栗原さんですか？違います。ウケツですか？ウケツですか？ウケツですか？違います。違います。宇治原さんですか？違う人になっちゃったよね。一切れ配信ね。え、ケツどこだよ。長えな、ケツまでが。ケツ見てえな、ケツが。通り過ぎてる説がある。通り過ぎてるケツ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ結構な道のりではあったんですよ。めっちゃ汗かいた。秋も始まったぐらいなのに、さっきまで、最近涼しくなりましたねとか言ったの。めっちゃ暑かった。まあ往復して帰ってきたところにですね、こちら、アイスの自販機があるので、そちらでアイスを買って、皆さんで食べてください。僕も買いました、クーリッシュ。これを食べながら今日はお別れしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。いや、電源低いなおい。